今日未明、大江町で住宅1軒が全焼する火事がありました。焼け跡からは4人の遺体が見つかっており、警察はこの家に住む家族とみて調べを進めています。建物から吹き出る大きな炎、それに爆発音も聞こえます。音がバンバンってかね、すごい爆発音としてる。午前0時40分ごろ、大江町奈良山の農業、鈴木義勝さんの2階建て住宅が燃えている、爆発音も複数回したと近隣住民から消防に通報がありました。火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、木造の2階建ての住宅1軒が全焼しました。大江町奈良山の現場です。こちらでは午前9時半ごろから警察や消防が実況見分を行っていて、規制線が張られているため現場に関係者以外が近づくことはできません。ここは田んぼの中にある集落で、私が立っているところからは屋根2階部分が黒く焼け焦げていて崩れ落ちているのがわかります。びっくりのところでね、びした感じだもの、ものすごい平だったもん。また焼け跡からは4人の遺体が見つかっています。この家には5人が住んでいて、義勝さんの妻は近くの住民らによって救助され無事でした。近隣住民などによりますと、2階のベランダからはしごを使って逃げることができたということです。一方、義勝さんと20代の息子2人、80代の祖母の合わせて4人とは連絡が取れていません。この人と義勝さんが火事だということで1回外は出たんだけど、んでやっぱりまだ長さ、はい、まあ孫かな、まあ逃がさに行ったからってことで、そしたらもうたじまじ声が聞けなくなったらしいんだ。でもショックのショックだね。義勝さんは地域のリーダー的な存在だそうです。専業農家で大江町の農業の担い手の中心的存在で、非常に将来有望される青年でした。本当に 大変な災害だったなというふうに思います。警察は見つかった遺体は連絡が取れていない他の4人とみて身元の特定を進めています。